6年ぐらい前から導入し始めましたね。はい、マットに圧がかかるとナースコールに連動して見守りができるというものですね。はい、どうしましたか。利用者様の身体状況の中で立ち上がった際にふらつきであったり、転倒した時の事故のリスクが非常に高かったことです。現在は3つの微小センサーを使用し見守りをしております。1つはマット、1つは手すり、もう1つはベッドの下に入っております。その後から急変時に対応できるアームスを導入してきました。それから利用者様がベッドから微小する時の微小センサーを導入しております。それから記録を入力できるタブレットを導入しております。職員がすぐに駆けつけることができるということです。あとは転倒、転落、事故も未然に防げたのではないかなと思います。あとは体調変化にも早く気づくことができますし、データだったり記録の管理もしっかりとできるようになったと思います。以前よりも募集者がだいぶ減ってきているなというふうには感じております。募集される方でも希望時間帯の要望がありまして、日中勤務を要望される方が増えてきております。あとは新人職員へのウェルカム研修、あとは先輩職員とともに職場トレーニングをするためのプリセプター制度を設けてはおりますけれども、指導者が指導期間中に同じ職員が常に入れるというわけではないので、現在業務の標準化を図るためにマニュアルを作成しております。はい、介護員の人手不足については2人介助だったり2人体制を担ってくれております。あとはアームスに関してはデータ取りやシステム状況で業務の効率化を図っております。その中で職員の精神負担を軽減できているのではないかなと思います。はい、あります。入浴支援のロボットであったり、あとは ICT を多く増やしていきたいなと思っています。利用者様へ関わる時間を作れることができていると思います。あとは利用者様へ身体的な負担だったり、あとは不快感が軽減できていると思います。あとは利用者様のご家族様へは安心感だったり、あとは信頼感を築けているのではないかなと思います。